大本命になるんじゃないかなと。シンプルなデザインめっちゃ使いやすい。もうこれ使うだけでちょっとおしゃれ度が上がる。今年のこれは買っていい。この襟立ちの良さとちょうどいい相性。こんな格好が好きすぎてもうこんなんばっかだと思いますよ僕。こちらです、ライジングリバーシブルベスト 3L です。1500円。これ僕の中で今季ベストのアイテムではおそらく一番真打ちというか大本命になるんじゃないかなと思います。こちらです。裏が起毛になってるんですけど、どこかで見覚えのある感じ、ちょっと違うんですよ。ちょっと違うんですけど、発想としては去年のなんちゃらテック、なんちゃらテックにすごく似ている発想ですね。表はシャカシャカ、中は起毛、フリースっぽい、タオルっぽい、ハンドタオルっぽい起毛ですね。表はこっちが撥水加工ですね。撥水加工の効いている割とシャカシャカした、ちょっとね他のアイテムの質感とは気持ち違うんですけど、裏テックで着るかどうかは悩ましいところなんですけど、まあどんなもんか着てみたいと思います。靴はこちらを合わせます。どうでしょうか、かっこよくないですか。普通に中はねさっきのふんわりのタートルネックからよりカジュアルな印象のワッフルティーに変えました。他のでもあるんですが、ベストってこの脇のここの幅が結構、これはゴムがそんなにきつくないんですよ。それがまずポイント1、結構余裕ありますよ、それがいいんですよ。シンプルなデザインめっちゃ使いやすい。ちょっと暖かさを足したりとか、太いパンツにただワッフルティーを着てしまうだけの方でマンネリ化を防ぐことができる。このベストめっちゃいいです。今季結構袖ありのもの充実してるじゃないですか。だけど去年から僕言ってるように、こういうジップのベストってコーデの幅を広げてくれるので、すごく秋口春先とかすごく重宝するんですよ。もうこれ使うだけでちょっとおしゃれ度が上がる。これのありなし全然違うじゃないですか。これ1枚でサッと着ちゃうのと、これをちょっと羽織るのでは大きな違いが出るので、それがワークマンで今季出たっていうのは僕かなり嬉しい。これはね裏は起毛ではあるんですけど、かなりさらっと着ることができるのでいいと思います。このベスト1500円で、このパンツ1900円で、この靴も1900円で、このワッフル980円だっけ、めちゃめちゃ安いですよ。これ普通に締めても全然かっこいいのでお見せします。むしろ締めてもいいまである。ほらこれかっこいいよ。なんなら締めた方が好みかもしれない。あとね、僕この地味にねこの色がいいっすね。この何とも言えないグレーっぽい色、アッシュグレー、いい色ですね。ちょっとね今照明が赤っぽい照明なのであれなんですけど、皆さんリバーシブルでね着るコーディネートをご紹介するその前にこちらです。じゃーん、ヘビーウェイト裏起毛フーディー1500円です。これね裏起毛フーディーついに来ました。これ2023年版。これ昨年モデルはここの首のね開口部きつすぎてとてもじゃないけど着れなかった、なんならね脱げなかった、さすがにこれはダメだろっていうことで言っていたアイテムなんですが、今季これがどうなったのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。ちなみにねこの時点で結構もう変わったと思います。去年多分ねここもね全然伸びなかったと思うんですよね。この時点でわかります。ここほら見えますか、ほらちょっと伸びるでしょ。去年はねこれすらできなかったんですよ。ここがもうねガッチガチで、でここあとここの首の周りの縫い目が全然収縮性がなかったので脱げなかったんですよ。でも今回はここほらこれ伸びてますよね。普通の洋服として伸びるは伸びるようになったんですよ。これその別にねストレッチが入ってるわけではなくて、その生地が持っている元々のこう収縮性っていう感じにはなります。本当にちょっとの差なんですけど、もうこれで十分です。割と別にねこれ以上ここをブヨブヨにする必要はまあもはやあんまないかなと思うんですけど、もうこれはね明らかに違います。その一昨年とか持っててもボロボロになっちゃってて、去年の買おうと思ったけど去年のモデルが首締めだったから購入を見送っていた方は、今年のこれは買えます。今年のこれは買っていい。たまにしれっと去年のモデルが挟み込まれていることもあるので、それは気をつけないといけないですね。これ 3L ですね。フリースターパンツとの相性もとってもいい。ちょっと近くで、はい、
まあやっぱ名作ですよこれは。去年はすごく残念だったんですけど、本来はとても気に入って使っていたものだったので、こうやって普通に使えるものとして戻ってきてくれたのは本当に僕としては嬉しい限りでございます。これはねもう本当にこのフーディーはコーディネートに欠かせないアイテムなので、僕の中ではこれなら僕もちゃんと皆さんにおすすめできるアイテムだと思います。なんか普通に着てるのに、去年のモデルはここのこれがね、なんかもうお腹出てる人みたいな、ここ出ちゃってたんですよ。でも今季そんなことないですよね、普通に落ちてますよね。主なポイントとしてはやっぱり全体的な生地感の柔らかさと、あとこのねポケットとか、まあ、首とかの張り感とか突っ張り感がかなり普通に解消されて使えるようになったイメージではあります。でこのフーディーに今度はこちらの面できます。めっちゃいい、いやめちゃめちゃ良くないですかこれ。僕こんな格好が好きすぎて、もうこんなんばっかだと思いますよ僕。このフリスタにこれにこれみたいな、こんな格好ばっかりしてると思います。すごいいいだし、まあこれでちょっと味を占めてしまったので、なんなら僕このベストの別の色とかもちょっと買いたいですね。これは今季は首がねやっと普通になったので、このヘビーウェイトコットンと合わせられるようになったんじゃないかなと。生地感ね、このタオル地っぽいのがいいですね。スウェット地とニュアンスが変わるんでとってもいいですね。今更だけど何がライジングなんだろう。肝ってことかな、毛が立ってるからがライジングなのかな。締めても可愛いで、これリバーシブルなんで、このファスナーの部分がと、あとここのなんていうかゴムですねの部分にこう切り返しがあるような感じに見えるので、これもとっても可愛いですね。ほら前から見た時にここまで全部黒になってしまうのではなくて、ここのファスナーの部分とここの裾の部分がこういう感じで色が入るのがとっても可愛いと思います。これ締めても可愛いのやっぱ強いな、めちゃいい。これが1500円ですよ皆さん、かっこいい。ちょっと近くで、いやー去年これ僕別のフリースで頑張ってたのが過去の話で、その時はこのパーカーとか着た時にここがギュってなっちゃってたんですよ。これはほらここがそんなに詰まってないので、中にね大きなこういう袖のアームホールが太いカットソーとかを持ってきてもそんなにつられない。ここもねちゃんと襟がこれあるタイプのものになるので、ここで終わってしまうことがないから、しっかりこうある程度上までいけるところまでこうやって上げて V ゾーン作ってあげられる。だからここのこのフーディーのこの襟立ちの良さとちょうどいい相性、ここが決まるっていうのはすごくいいんじゃないかなと。ここがねそんなにこれなんなら今まだちょっと余裕あるぐらいなんですよ。だから少なくともこのヘビーウェイトのパーカーと合わせる分には脇が硬いというきついということは全然ないかなと。ちょっとねこれ僕別の色も欲しいな、このフーディー。茶色黒アッシュグレーグリーンネイビーかな、5色展開になっております。肝は多分全部黒なのかな、これは。あ、茶色も良さそう、焦げ茶結構濃い茶色なんですけどそれも良さそう。はい、ということで、いやこれはね超良かったです、めちゃめちゃいいです本当に、激おすすめアイテムでございました。